久保さん、確かにあれ、差別かもしれないですね <laughs>。あの、まあ、話は変わるんですけど、なんか世間でね、ちょっと YouTube のニュース見てたら、あの、うな丼うな丼発言っていうのが、今トレンドなのかなえ、昨日か昨日か昨日っすね。なんかその安倍総理、安倍総理じゃないな。あの、総理が、なんの、 なみたいなそう岸田総理が襲撃された時の時にまあうな丼食べたよみたいなことをなんか言ったらしいんですよねなんかあだこでになってるらしいんですけど国家公安委員長国家公安委員長うな丼発言いやーまあそのねそこだけ切り取られてたんですけどなんかなんかねなんかで講演しててね うーん。どうなんですかね。<laughs> うな丼食べちゃダメなのかな。<laughs> まあた、単純にね、食べてはいいと思うんだけども、それを言ったか言わないかって言うんですよね。まあ、言うべき人の、まあ、その場所で言うべきことだったのかだったのかって話ですよね。別にプラ,プライベートでね、その、何ですか、この場で、別にプライベートで飯食ってるとき、あの時うな丼食べてさ、みたいな。まあ、まあ、ねえ。 まあ、う,だどうなん食べることは悪いことじゃない,じゃないですか、多分。吉野家食べましたとかね。じゃあ、じゃあ、うな丼じゃなくて、なんすかね、おにぎり食べましたって言ったらどうなんすかね。<laughs> うん、あのあ、あの、例えば、あの子供が作ってくれたおにぎり食べたんですっていうふうに言ったら、それはどうなんすかね。<laughs> 多分、うな丼っていうのもちょっとね、な,なんか、うな重、高級みたいなね。 食いやがってみたいないや子供が作ってくれたおにぎり食べたんですって言ったら多分なんないですよね <laughs> <laughs> なんかおなんかすごい申し訳ないですけどなんかなんかなんかなーっていう話ですねやっぱ世の中ってあれですねうんそうまあでも世の中の情報もねある程度キャッチしとかないとうん まあこういうトレンドはキーワードに乗り遅れますからね <laughs>。乗り遅れてますけども。一日前だからね、これ。びっくりしましたね。こんなんだよ、騒ぎになってるのか、みたいな <laughs>。はい、いってらっしゃい。